た時間じゃあもうタップしていいですか。はい、じゃあ画面戻るかな。音声のお願い、音入ってますか、はい、ええ、相手は信長の声ですもんね。はい、はい、で俺が間違っていたよと。はい、お願いします。義明、そうか、ルイの言っていた通りだな。俺はお前のことを軽んじてしまっていたのか。思った以上に、はい、成長していたんだな。これ、あい、信長のやつですよね。はい、そうです、そうです。一部、当たり前じゃないか。一体何年ぶりだと思ってるんだよ。そうだな。いやいや、一人で二つやんの。お前たち、おい、兄弟喧嘩終わったか。すごい、すごい。感謝。俺はただ依頼をこなしただけだ。早くここを出るぞ。この場所から出るわけにはいかない。本来の目的が残っているからな。本来の目的？ノスタルジン。非道な実験を行う暴虐な連中をこのまま見過ごせない。ノスタルジア。そうか、それがこの施設を作った連中なのか。お前はそいつらを追ってそんな粘っこかったか。この時計塔に来たんだ。悪かった、お前のことを少し誤解していたようだ。気にするな、貴様の言う通り、俺が所詮怪盗であることに変わりはない。俺何の役ですか、もう。すごいすごい。しかもこれは誰、これ誰、これ誰くん、これか、これ誰くん、これ誰だよ、これ。花澤さん、花澤さん、おい、ろくなやつやったら承知しねえかんな。俺もやるの。いや、これもやってください。これ誰がやんの、西村さん。いや、これも一人で。今のあなたじゃ無理だ。嘘やろ、おい。すごく消耗してる。嘘やろ、ユキ。もう 2D のキャラになってるやん。君の助言はありがたく受け取る。こんだけ女の子おんのに。今しかないのだよ。これだけ肌に暴れては連中もこのままここに留まらないだろ。いや、おかしいやろ。今のうちに叩かねばなるまい。時計塔を消滅させることはできなくとも、せめてあの実験場だけは。おっと、奴らが来たよ。お笑いやんけ。君たちは早く逃げたまえ。よかった、兄さん。やってきた。兄さんはこれまで、これだけでええのよ。そうやって戦ってきたんだね。僕も戦う。この力で今度は僕がみんなを守るんだ。義明、そうか。声入ってた。なんでここで行く。そうだな、まさかお前に助けられて。これ信長のセリフじゃねえ。どっちやこれ。どっちか分からへんから。モノローグ的に言われたら。俺に力を貸してくれ。あ、これ入ってる、入ってる。お兄さん、トランス、力を貸すよ。これ多分合わせのセリフだと思うんですけど。そうですね、合わせやね。せーの、ここは僕たちの舞台だ。おー、兄弟。